皆さんこんにちは、ナフィーです。今回は最新版のノエルについて、おすすめの運用方法や育成に関してなるべく分かりやすいように解説をしていきます。新生物カカンの登場からノエルが強化されていき、さらに新武器の石核やゴローの実装によってどんどん使用率が上がってきていますので、この機会にノエルを育成しようと考えている方はぜひこちらの動画を参考に育成してみてください。ではやっていきましょう。今回も概要欄や再生バーにチャプターを記載していますので、お好きなところを見ていただけたら嬉しいです。ではまずノエルの特徴から話していきます。ノエルの特徴としては、一言で表すと、一人で回復、シールド、アタッカー全てできるってところになります。詳しく話していきますと、ノエルはシールドを張った状態で通常か銃撃を当てますと、一定の確率でチームメンバーの HP を回復してくれる能力がありまして、これによりやられてしまうことがね、かなり減りますし、その上マルチでノエルを使用した際に仲間の回復もできるので、かなり便利になります。次にノエルのシールドなんですけど、基礎のダメージ吸収量が高い上に防御を上げれば上げるほどシールドが硬くなるので、こちらもねすごく強くなっています。アタッカーに関しては幻想爆発中にはなるんですけど、通常銃撃落下攻撃が弱幻想ダメージになり、ノエルの防御力に応じて攻撃力が上がるので、かなりの大ダメージを与えることができます。ノエルはメインアタッカーとして申し分ない性能を持っています。以上の点からノエルは優秀なキャラなのがわかるのと、これは結構重要なんですけど、初心者の方でもね扱いやすいキャラになっております。他に味方が HP30% 以下になったら、かなり硬いシールドを張ってくれる能力があるので、サポートとしても優秀になっています。ではそんなノエルの運用方法になりますが、がっつりアタッカーで運用するのが一番にはなるんですけど、ノエルのシールドは先ほども言ったようにすごく硬くなっていますので、サポートとしても運用できます。ですがやはりノエルはメインアタッカー運用向きのキャラになりますので、メインアタッカー用のビルドをこれから解説していきます。まずは武器から解説をしていきます。おすすめの武器は4つあるので、どんどん紹介していきます。1つ目は今回新しく実装された石核石人滅彩になります。この武器本当にノエルに合っている性能になっていて、まず星5両鉄拳武器での8の会心ダメージ武器で、加えて常時防御力が上がりまして、通常と銃撃のダメージアップが防御依存になるので、すごく相性がいい武器になります。ただピックアップ武器なので入手難易度が高いんですけど、その分ねすごく強いです。2つ目は地竜の剣になります。こちらは気候の課金でしか入手できないんですけど、星4の中では一番おすすめで、その理由が回心率を上げることができ、場にいれば4秒おきに敵に与えられるダメージが上がるので、一番ダメージを出すことができます。デメリットとしては、与えるダメージが増える代わりに自身が受けるダメージも上がるんですけど、ノエルはシールドが貼れるのでデメリットもカバーできます。3つ目は清風体験になります。こちらは先ほどの2つよりダメージはかなり下がるんですけど、その分安定して幻想爆発を回すことができるのでおすすめになります。4つ目は白影の剣になります。こちらは単造で作れる武器で、防御を上げてくれる武器になっております。加えて攻撃力と防御力をプラス 6% 上げてくれるので、ノエルとの相性はかなりいいです。地竜の剣や石核がない方におすすめの武器になっております。以上がおすすめの武器になるので参考にしてみてください。次に生物についてになります。生物は2種類あるので、それぞれ解説していきます。1つ目は逆飛び4セットになります。こちらの強みといえば、シールドを硬くできるのと、シールドを張っていれば通常と銃撃を強くしてくれるので、安定してダメージを出すことができます。ついこの前までは逆飛び4セットが一番相性がいい生物だったんですけど、最近追加された生物によってノエルがさらに強くなりました。それがこちらの果敢4セットになります。こちらは2セット効果で防御が上がり、4セットになると敵に岩元素ダメージを与えると 0.3 秒ごとに紋刀を1層付与されて、1層につき岩元素ダメージと防御力を 6% 上げてくれます。加えて機械にいる状態でも3秒に1度1層付与できるので、岩元素キャラと組ませることにより最大効果を発揮することができます。
個人的には火管がシールドがなくてもダメージが出せるのでおすすめになります。続いて生物のステータスについてですが、時計が防御、杯が岩幻想バフ、冠は会心率か会心ダメージがおすすめになります。時計は攻撃力でもいいんですけど、個人的にはシールドの回復量がね防御依存なので防御にする方が安定すると感じました。冠はステータスによって変えるのはもちろんなんですけど、武器が石角や白煙の剣などを装備していたら会心率、地竜の剣を装備しているなら会心ダメージがバランスが取れておすすめになります。最後に火管についてのちょっとした注意点がありまして、火管を装備したキャラが場に出ていて、そのキャラではなく機械にいるキャラが岩元素ダメージを与えた場合、紋刀は付与されないんですよね。どういうことかというと、例えばアルベドで元素スキルを貼ってノイルに変えて、アルベドの元素スキルでダメージを与えていても紋刀が付与されていないのがわかるかと思います。ただ逆もありまして、ノイルが控えにいて他のキャラで岩元素ダメージを与えると、紋刀を付与することができます。こちらはしっかり覚えておきましょう。生物に関しては以上になりまして、次にテンプの優先順位について話していきます。おすすめはひとまずすべてを6まで上げていき、そこから通常と元素爆発をバランスよく上げるのがおすすめになります。元素爆発を上げることにより攻撃力の恩恵が大きくなるので積極的に上げていきましょう。テンプは以上になりまして、次にノイルと相性がいいキャラについてになります。ノイルは岩元素キャラと組ませるのがおすすめで、その理由が岩元素共鳴によってシールドが強化されたり岩元素のダメージが通りやすくなるので、かなり大ダメージを与え続けることができます。以上を踏まえておすすめのキャラを紹介していきます。一人目はゴローになります。ゴローは新しく実装されたキャラで、岩元素パーティーに入れることで圧倒的なサポート力を発揮してくれるキャラになります。ゴローの強いところは何と言ってもこちらの果たし者ですね。こちらはチームにいる岩元素キャラの人数によって性能が変わりまして、3人入れることで防御力アップ、中段耐性アップ、岩元素ダメージを上げることができるので、すごくノイルとの相性がいいのでおすすめになります。2人目はアルベドになります。アルベドも果敢の実装でさらに強化されたキャラになるんですけど、アルベドはサポートキャラとしてすごく優秀なので、ぜひ組ませてあげたい一人になります。3人目は勝利になります。勝利はとにかくシールドが硬いのと、近くの敵は物理と全元素の耐性が下がるのですごく優秀なキャラになっています。4人目は岩主人公になります。岩主人公は一突の効果で元素爆発の中にいるメンバーの会心率を上げられるのでおすすめになります。5人目はベネットになります。ベネットは元素爆発で味方に攻撃バフをかけられるので火力の底上げができます。加えて回復もできますので、ノイルだけで回復が起きられない時はすごく便利になります。以上の5人がおすすめキャラになります。最後に今回の動画をまとめていきます。では今回のまとめです。今回はノイルのビルドについてや運用方法について解説をしていきました。ノイルは無課金の方でも入手しやすく、どんどん強化されてきているキャラになりますので、気になった方はぜひ育成してみてください。以上になります。こちらの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。